ウィザースケです。皆さんお元気でいらっしゃいますでしょうか。今日はですね、昨日お休みいただきましたけれども、昨日ですねマグニーがですね撮影をこうサボって更新しなかったということですね。今日は、マグニーに代わりまして、ウィザースケがお送りしたいと思います。マグニーはねたまーに何の理由もなく休んでしまうんですね。ご迷惑をおかけしております。代わりにですね私が、いつもマグニーを翻弄しているこの私が、更新していきたいと思います。今日はですねマグニーになり代わりましてやりたいことがございます。はい、まずねこちらのコメントご覧ください。オープニングでね内容が分かってつまらないということで、今日はですね、オープニング内容の分からないような工夫をね、させていただきました。今後はねこんな感じで、オープニングやっていきたいと思いますんでよろしくお願いいたします。そして、こちらのコメント、ウィザースケの頭はかぶれてたと思うのでなんかネタをお願いしますということで、今日はね、ネタではないけどちょっとかぶって今日かぶって1日今日ウィザースケでやるよ的な感じで、ウィザースケだよ、どうもウィザースケだよ。そしてこのレッドストーンランプが光ると夜だよというこのシステムを作ったわけなんですが、これだとですね朝と夜いまいちわからないのだよ。そこでこのようなコメントをいただいた。グローストーンランプ確かに光ってるかどうかわかりづらいですよね。ブロックを動かした方がわかりやすいかもですということで、今回はこのブロックを、粘着ピストンに変えてやりたいと思っております。粘着ピストンなら出てまた戻ってくるというようなことが可能でしょう。というわけでまずはスライムを倒しに行きたいと思います。すいません、普通にやりますね。ウィザースケ納品ね。よし、それではスライム、あれ取りに行きましょう。スライムいいですね。あそこね、モニュメント、200回目の記念モニュメントね。何か皆様のいい案をお待ちしております。よいしょー。久しぶりだね。そうですね、夜になるまで、この辺でちょっとじーっとして、木を待ちたいと思います。ちょっとこの辺かい、ちゃんと綺麗にしとこう。スライムボールを適当に取ってですね、4つあのレッドストーンランプをですね、粘着ピストンに変更するして、バカッとこう出てくるこう音とですね、視覚と聴覚で夜を知らせるという、仕様にしたいと思っております。今回ですね、ドロップ増加3、ウィザースケのために用意したものがですね、こんな風に役立つとは思いませんでした。スライムボールをたくさん取って帰りたいと思っております。その間どうしようかな。そうだ、粘土でも取りますか。粘土よいしょ。ちょっとねスコップちょっと取っときましょうね。スコップをたくさん用意して、やりましょう。こちらでねこの辺の粘土取っていきたいと思います。できる限り取って夜慣れかけたらちょっと拠点の方に戻りつつスライムをゲットするという作戦でいきたいと思います。ゴー。おい、あっという間に夜じゃないか。これはちょっともう準備しないとまずいな。よいしょっと。それじゃあね、いざね戦いですよ。出陣。もう夜になった。で拠点はあっちか。ゾンビとか別にもう倒さなくてもいい。もう危ない、このスケルトンとかだけねうまくちょっとこうしいなしながらねやっていきましょう。うわー、スケルトンパラダイス。あ、村人ゾンビダブル。お前らは治療したいな。あ、来たチビだ、チビ。よっしゃ、スライムボール4つも出た。いや、3つか。3つも出たね、ラッキー。まあ、一晩戦ってみますよ。もう一味も二味も違う、あの頃の俺とは違うぜ、お前ら。昔からね、ご覧いただいてる方はね、私がね、この、ここでね、惨敗してることをね、ご存知だと思いますが。今回はね、なんとかいけそうですよ、皆さん。どう失敗したよ、今。完全にスイカで叩いてたよ、俺。ちょっと離れよう。あ、お前はこっち来るんだね。そう、さすがウィッチだ。ウィッチの家みたいなのがあったはずなんだけどね。おっしゃー。もうスライムが全然出てこないんですけど。スライム。一向にスライムが出てきません。お、あ、おったおった。一匹でも見つかれば、
4個まで到達すれば俺の目的は達成でございます。いけ、よっしゃ、出てこいや。おい、ちょっと離れとけ、なろ。おっしゃ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 、おーっとっと、あーぶね、あーぶね、あーぶね。おやすみ。そろそろですね、新規土地開拓に動き出そうかなとも思っております。コメント欄の方にもですね、そろそろ冒険に出てくださいという声もございますんで、まあ見知らぬ土地へお出かけしまして、新しいね、新しいバイオームにね、また村を作っていくという、こともね、やっていければと思ってるんで、まあ今こう私が住んでいるところがこうエクストリームヒルバイオームというですね、ちょっと変わったところに住んでおりますんでね。で、まぁ、ちょっと離れたところに、まぁ、先ほどのその渓谷じゃないや、湿地帯か、あそこにもまぁ村を作ってみたりとか、っていうこともすると、それはそれで楽しいかなとも思っております。はい、というわけで帰ってまいりました。はい、それではね、粘着ピストンを4つ、1、2、3、4、シルクたち出さなくていいのかな？あ、出さなくていいわ。出てくるようになるからね。ガシャンって。本当は石がバッて出てくると、それかっこいいんでしょうけど、そうするとこう一段上げないといけなくなって、今度隠せなくなるからね。もうこれは我慢していただくしかないんですよ、これ。と、こうしていけば動くんじゃない？あ、動いた。ガシャン言うたね。ガシャン言うたね。これで夜になると、粘着ピストンがガチャンってなってっていうことになります。今日は、これですね。はい。水入れバケツと、この石レンガのブロック、服を持ってある場所へ向かいたいと思います。それではね、もうすぐ夜になるかな、夜になってガシャン見よう、ガシャン見てから行こう。来たー、来た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 。それではですね、渓谷村の方へ向かいたいと思います。村もうね、そうですよ、相当村人増えてね、ご報告が一つございましてね、こちらの方にですね、アイアンゴーネムさんがもうなんともう一体召喚されたんです。じゃあ、じゃんと。はい、部屋の中ですが、彼はここから開けられないので出れない可能性があるから開けとこうか。開けとくと多分出られると思うんだけどね。無理か。これを取っときゃ、出てこれんでしょ。ね。出てきてね。さあ、今回渓谷村の一体どこに行くのか。ドバーン。牛も入ってきた。なんだか知んないけど。どっかから経由で牛も入ってきた、入ってきちゃった。そういえば昔ね、コメントで動物入れると賑やかになっていいんじゃないですかっていうのもいただいておりましたからね。動物もまた入れたいと思います。ごめんごめんごめん。はい、今日の目的はこちらでございます。じゃじゃじゃーん。はい、こちらをきれいに整地いたしまして、噴水。うん。噴水にしたいと。よーいしょと。はい、すいません。準備万端できたつもりだったんですけれども、砂自体を忘れて、ちょっとこちらに取りに来ておりました。はい、すみませんでした。ゾンビになった気分で、飛び降りたいと思います。はい、じゃあね、ここのね、整地を始めたいと思います。やっていきましょう。まずはね、綺麗にしてから、このシャベルをね、フルに使って、とりあえず綺麗にしていきましょう。よっしゃ。砂も必要なければ、ここの部分も全部、あ、間違えた。うわぁ、めんどくさいことになっちゃったね。ここも全部ね、砂に変えまーす。お、で、全面埋めていきたいと思います。とりあえず、やってみましたが、壁の壁面の方はね、まあ、おいおいやっていこうということで、ここ全部取っちゃってもいいっちゃいいね。で、今日ね、用意した材料はね、この辺ですね、石レンガ。じゃあ、石レンガだけね、ググッと持って、とりあえず、やっていきましょうかね。作りとしてはですね、この真ん中あたりにぐるっと一周させていきたいんですが、まあ、とりあえず、端っこが、この辺かな？なんかちょっと小さいな気がすんな。これだと。一応ね、こちらに無限水源を用意して、
水を水で満たしたいと思います。ここをね、満ちたのか。よし、オッケー。っていうか真ん中に一つのブロックでないとダメだよね。ここでいいやね。ここを中心として、きれいに積んでいけばいいんですよね。一応バランスは取れてる？取れてるね。はい、水流していきます。はい、水が引けました。あとはこれの高さですね。1234567891010、まあこれぐらいでいいか。で、まあちょっとまあこれぐらい降りて、どうしようかな。ここにこうつけていくわけですよ。適当ですよ、今もう完全に適当ですよ。でこうやって作っていきましょう。これ下に引いてるのは足場ですから。で今度これ解体していって、そうだ、これ下のも全部石レンガに変えよう。一度ちょっとあれで流してみますね、水を。どんな動きをするのか。あ、はい、おお、限界だー、これで限界だー。あと中なんか光らせたりするといいのかな。なんかいろいろ持ってきたけど使わなかったな、結局。あ、これが使えそう、これが使えそう、デザインに。さ、下下下下の部分デザインとしてね、こうこう、あんまり意味ない、そんな変わんない、そんな変わんないか。変わってない、変わってない、全然変わってない。まあこんな感じですかね。微妙。ちょっと今回はまあこれでちょっと終わろうかな。はい、というわけで、今日はねこんな感じで終了ということで、よろしくお願いいたします。ですね、ちょっと噴水作ってみたんですけど、いまいちこう容量がつかめてないっていうかです、初めてちょっと適当に作ってみたもんでですね、なんか要するに一番真ん中に棒を立てて、その上からバケツで水を流すんだけれども、その途中にこう水の動きを作るための何か障害物を挟んでいくといい雰囲気になるよという、イメージで作ってみたんですけれども、まあ今日はこんな感じでございました。はい、皆さんね、もし、ご覧の、皆様の中で、何かいいアイデア等ございましたらですね、ぜひ、いただけると嬉しいでございます。はい、というわけでね、今日はこの辺で、ではあ、ご覧にって、バイバイ。